どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。サイン3乗 x の0から2分の π までの積分を計算してください。一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、ですか。そしたら一緒に確認しよう。ちょっと応用問題出してみたけど、できたかな。この問題は、サインの3倍角の公式を利用する。サイン 3x は、サンシャイン、引いて夜風が身に染みる。この語呂で覚えるんだったよね。もしくは、3x を x プラス 2x と見て、加法定理でゴリゴリ展開していく方法もあったね。この公式を利用すれば、サイン3乗 x は4分の1かける3サイン x マイナスサイン 3x に変形できる。ということで、サイン x の積分はマイナスコサイン x になる。サイン 3x の積分はマイナスコサイン 3x に中微分の逆数3分の1をかけたものになる。ここからの計算は数2の積分と全く同じルール。大括弧をつけて2分の π を代入したものから0を代入したものを引く。これを計算すれば最終的に3分の2、これ答え。定積分の計算は不定積分のパターンを覚えて、代入と引き算をミスなく処理しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。